ばんは。神野の本棚へようこそ。管理人の神野と申します。よろしくお願いします。というわけで本日はこちら、こんなものが届きましてですね、こちらをですね、開けていきたいなというふうに思っております。こちら何かと言いますと、以前ご紹介した文吉という、入場料1500円かかるというちょっとユニークな本屋さんがあるんですけれども、そちらの本屋さんのオンラインショップの方で、売っていた選書セットになっております。普段も選書セットみたいなのを、売っているようなんですけれども、今回ちょっとユニークなのがですね、スープストック東京さんとの、コラボ企画で文吉さんが選書した本とそれに合わせたカレーがこうセットになって販売されているっていうちょっと変わった選書セットになっています。でね、すごく面白そうだなと思ったので今回僕もですね、買ってみましたので、こちらを開封していきたいなというふうに思います。それではですね、早速開封していきたいと思うんですけれども、1点注意がございましてですね、この商品が一応中身のネタバレ禁止ということで書いてありまして、なので、中の本がどういった本が入っていたかみたいなご紹介は今回はしない形にしたいと思います。僕が開封してね、ざっくりどんな本が入っていたかっていうご説明と、カレーを、見てみて、でそのカレーを実際に食べてみてっていうところまでやりたいなと思っているので、もしね中身が気になった方はぜひ文吉のオンラインストアさん、あるいは文吉の店舗でも、買えるみたいなのでぜひぜひ買ってみてください。はい、というわけで開封していきたいと思います。でこちらの商品なんですけれども、テーマみたいなものが設定されていまして、そのテーマに、よって何種類かこうバリエーションがあったんですけれども、今回僕は2種類買ってみました。こちらですね、こちらが、遊び心を忘れない本とカレーというのと、暴走気味の本とカレーというですね、2つを買ってみました。他にもいくつか種類があったので、自分のね好みに合ったテーマっていうのを選んでいただければいいのかなというふうに思うんですけれども、このテーマによって、中に入っている本とあと中に入っているカレーも違っているみたいです。で一応カレーの方は中身が確か購入ページの方にですね開示されていたので、例えばちょっと辛いカレー苦手とかそういう方がいらっしゃったらそこをちゃんと見てから買っていただいた方がもしかしたらいいかもしれないですね。はい、で確か、この遊び心を忘れない本とカレーっていうのがだいたい1万円ぐらいだったかな。で、暴走気味の本とカレーが確か、6000円7000円ぐらいだったと思います。それぞれ、本が、2、3冊ぐらいと、カレーが3種類入っていて、おそらくその商品の、価格っていうのは本の価格によって上下しているのかなというふうに思います。まずは1セットずつですね、見ていきたいなというふうに思います。まずはこちらの遊び心を忘れない本とカレーという方のカレーの方を開けてみたいと思います。というわけでこちらは先ほど、お伝えした通りカレーが3種類入ってまして、バジルと鶏肉のタイ風カレーと、黒オリーブのフィッシュカレー、そしてタケノコの辛くないキーマカレーという3種類が入ってました。遊び心というだけあって若干変わったラインナップなのかなっていう感じがしますけれども、なんかこんな感じで、シャキシャキとかサバですとかタイの気分とかこんな感じでね、コメントみたいなのも書いてあります。可愛いですね。このパッケージのデザインもすごいおしゃれでいいですね。こんな感じになってますけれども、それぞれのカレーをイメージされたようなデザインになっていておしゃれで可愛らしいです。はい、そもそもの話なんですけど、スープストック東京さんでねカレーが売ってるっていうのは、知らなかったですね。スープは飲んだことあるんですけど、カレーは初めてなのでちょっと楽しみな感じがします。はい、でちょっとここからはねお見せできないんでこの辺にモザイクをかけちゃおうかなと思うんですけれども、本の方も見ていきたいと思います。というわけでちょっとこちらに開けたんですけれども、一応本がですね3冊入ってまして、内容的には本当にその通りで遊び心があるなっていうようなユニークな本が入っていました。がっつり読書って感じで本を読むっていうような感じの本ではなくて、なんというかこうゆったりした時間の中でパラパラとめくってみたいような
そんな感じの本が3冊入っておりました。個人的にはね、なんか全然絶対自分では買わないような本たちだったので、すごく面白そうだなと思いました。まあ、価格的にはこれが多分3冊で、まあ、7000円、8000円ぐらいなのかな。確か選書代が600円ぐらいだったかな、含まれているんですけど、まあ、そのね、数百円で自分が出会ったことのない本っていうのを届けてもらえたので、個人的にはすごい面白かったです。はい、こんな感じで遊び心を忘れない本とカレーという、しおりも入っていました。カレーのパッケージと同じデザインになってますけど、可愛いですね。こういう細かいところまでやってくれるとすごいいいなって思っちゃいますね。はい、そんな感じで、こちら遊び心を忘れない本とカレーという本のセットになりまして、カレーが3つと本が3冊入っておりました。ではお次、こちら、暴走気味の本とカレーというところで、パワーワードの感じのタイトルですけれども、こちらも開けてみたいと思います。まずはカレーからですね。こちらが、トウモロコシの辛くないキーマカレー、野菜とココナッツのマレー風カレー、バターチキンカレーということで、この3つが入っておりました。上のコメントはこんな感じですね。バターチキンと仲良し、マレー風ってどんな味、辛くないは嬉しいということでコメントも書いてあります。こちらもね、パッケージもすごく可愛らしい感じになっていていいですね。暴走気味という割にカレーはあんまり暴走してない感じがありますけれども、どうなんですかね。なんかちょっとこのマレー風カレーっていうのはどんなのか気になりますけど、ちょっとまた食べてみたいなというふうに思います。では本の方も開けていきたいと思います。というわけで、こちらの方も3冊入っておりまして、パラパラっと中を見てみたんですけれども、まあ、確かにですね、こう暴走気味な感じが出ている作品たちが入っておりました。かなりですね、さっきのセットとはテイストが違っていて、この感じだと本当にセットによって内容というか入ってる本がかなり異なっているので、ぜひね、自分の直感に合った、テーマのものを選んでいただけると、自分とマッチした出会いがあるのかなという感じがします。こちらもね、僕が全て持っていない作品だったので、すごく、面白そうですね。またこちらもゆっくり見てみたいなというふうに思います。一冊僕が知ってる本があって、それが一番上に載ってて、もうそれを見た瞬間に、わあ暴走気味だなって思うような作品が載っていて、ちょっとついつい笑ってしまいました。なかなかこうすごいいい選手、さすがというべき選手のセンスだなという感じですね。はい、本自体を紹介できないんで漠然とした話し方になってしまって大変恐縮なんですけども、本当にね、どちらのセットも素晴らしい選書センスになっているので、ぜひぜひ気になった方は買ってみていただければなというふうに思います。はい、というわけですね、早速カレーが今6箱もですねある状態なので、せっかくなので一つ食べてみたいなというふうに思うんですけれども、どうしようかな。せっかくなのでね、暴走気味の方からこの野菜とココナッツのマレー風カレーというのを食べてみようかなと思います。一番ね、なんか馴染みのないカレーだと思うので、ちょっと食べてみたいなというふうに思います。ではでは、作ってまいりますので、しばしお待ちください。というわけで無事出来上がりましたので食べていきたいと思います。はい、見た目は結構辛そうかなって感じですね。で、まあ、レトルトなんですけど、結構野菜とか具がしっかり入ってる感じになってますね。一口いただきます。
美味しいですね。意外と辛くはない感じですかね。結構奥底にココナッツの香りがいて、口に入れた瞬間がかなりマイルドですね。でまあスパイスの香りとか辛みみたいなのが後味にくるっていう感じで、すごく美味しいです。なんか味的にはキーマに近いのかな。結構ひき肉も入ってますし、種類としてはキーマカレーなのかなって感じですね。マレー風っていうのが何なのか僕にはちょっとわからないんですけど、普通に、美味しく、よくわからないまま美味しく食べてます。はい、というわけでごちそうさまでした。すごく美味しいカレーでした。一応これが辛さが3になっていて、で他のカレー見ても一番辛いもので3になっていたので、全体的にそんなに辛くないカレーなのかなというふうに思います。このカレーもね、僕そんなにこう辛いのが得意なわけではないんですけれども、サラサラ食べれてしまう感じだったので、辛いのが苦手な人でも安心して食べれるようなカレーなのかなというふうに思います。ただ逆にね、辛いのが好きだっていう人はちょっともしかしたら物足りないかもしれないですね。ただ、結構野菜がね、レトルトなのに野菜がしっかり形に残って入っていたりとか、でスパイスの香りとかもしっかりと効いていたので、こうレトルトにしてはだいぶクオリティの高い、カレーなんじゃないかなというふうに感じました。すごく美味しかったです。というわけで今回は、文吉とスープストック東京のコラボのカレーと本の選書セットを買ってみました。試みとしてすごくいいなと思いますし、単純にね、文吉さんの選書のセンスがすごく良かったので、プラスでカレーがついてくると思うとすごいお得なんじゃないかなというふうに思います。文吉さんのオンラインストアと、あと文吉の店舗でも買えるのかな、下の方にね、概要欄にリンクを貼っておくので、良ければ見てみて、ぜひぜひ買ってみていただければなというふうに思います。もしね、僕と違うセットを買った方はどんな感じだったかとか、コメントとかで教えていただけたら嬉しいなというふうに思います。そんな感じで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また他でお会いしましょう。さよなら。